コミックフェスタ、漫画とアニメが両方楽しめる電子コミックサイト。甘い懲罰、私は監視専用ペット完全版など話題のティーンズラブアニメを配信中だ。コミックフェスタ、俺のエロスをもだえろ。もしかして兄貴の忘れられない人って先生のこと？ああ。いつから？お前が生まれる前。どこまで兄貴にかなわないんだよ俺。兄貴、俺先生にひどいことした。加山のためだってのも分かってたんだけど、まさか兄貴と一緒だとは思わなくて。本当なら先生と結婚するのは兄貴だったんだから、兄貴が先生を幸せに。まったくお前は、俺のことをぶん殴って彼女に手を出すなくらい言ってみろ。俺は先生には絶対幸せになってほしいから。だから。そうだな、俺は彼女を幸せにする自信はある。しかし彼女の気持ちはどうなんだ？先生、なんでここに？どうですか、ナノさん、あいつはああ言っていますが、僕と結婚してくれますか？私は久我君が好きです。久我君と一緒にいるのが一番幸せなんです。先生、今まで言えなくてごめんね。先生。ナノさん、僕はこの世で最も大事な二人が結ばれるなら、それ以上の幸せはありません。兄貴。総一郎さん。それではここで待ってて。ごめん、俺兄貴の気持ち全然知らなくて。何も知らなかったんだ、お前は悪くないだろ。それに今の彼女を好きになったのはお前が先だろ、自信持て。このグローブまだ持ってたのか？兄貴の宝物だったやつだろ、ちゃんと衣装を大事にする。そっか。ああそうだ、今度ナノさんを泣かせたら承知しないからな。怖っ。先生、お待たせ。久我君。俺のこと怖くないの？あんなひどいことしたのに。私こそ約束破って嘘ついてごめんなさい。ごめん先生。好き。うん、私も好き。もう一回。好き。待った。好き。待った。大好き。先生、もっと感じて。俺絶対先生のことを大事にする。先生のためなら何だってする。私もあなたの幸せを願ってること忘れないでね。コミックフェスタ、漫画とアニメが両方楽しめる電子コミックサイト。甘い懲罰、私は監視専用ペット完全版など話題のティーンズラブアニメを配信中だ。コミックフェスタ、俺のエロスをもだえろ。